ジャッと降臨ドラゴンボールシール。今日はさ、ドラゴンボールのシールを見つけて買ってきたんだけれども、これね、すげえ面白いんだよ。 3D チェンジングシールって言って、なんと変わるの。まずはね、ベジータからのスーパーサイジンベジータ、そして孫悟空ベジータからのスーパーサイジンベジット、このように変わるんだけれども、この2種がねすっげえ欲しいんだよね。ベジータとベジット、これ出てくれたら最高なんだよな。出てくれっかな。シールだから当然貼れるし、めちゃめちゃかっこいいね、このシールをさ。いやー、ノートに貼りてえわ。まあ俺貼らないと思うけど、貼らないでコレクションするとは思うけれども、貼りたいよね。もし被ったら貼るわ。じゃあ早速開けませるか。これ値段がね、300円プラス税だったかな。ちょっと詳しくはあの説明欄に書いておくか、動画。結構高いんだよね。よし、いきます。ベジータ、ベジット来い。どっちもいいから、頼むぞ。それ狙いでね、2枚買ってきたんだよね、2パック。いきます。ちょっと待ってよ。あ、ゴテンクスだ。すげえ、めっちゃかっこいいじゃんこれ。ほら、トランクスゴテンがサッ。うわ、すげえ、これめっちゃかっこいい。サッサッ、すごいねこれ。うわ、さすがっすわ。え、マジでか、超かっこいいじゃん。トランクスゴテンがフュージョンしてゴテンクス。うわお、裏どうなってんだろう。あ、裏は何も書いてない。で、これ剥がすとシールで貼れるから、結構硬いねこれ。いや、でも貼りたくないわ。これコレクションしよう。やべえ、ベジット死ぬかもしんない俺これ。ベジット、うわ、頼む頼む、来てお願い。いや、まあ、ベジータでもいい、ベジータでもいいから。儀式儀式、お願い来てくれの儀式。チョキリチョキリ、ベジットかベジータ、ベジットかベジータ、来てくれとつか、来てくれとつか、頼む奇跡ミラコを起こしてくれ。めっちゃかっこいい。外したけど、外したけど、ザーッツザーッ、おー、めっちゃかっこいいじゃねえかおい。あ、やっべえ。あ、これね、300円超えのクオリティあるわ。ちょっと高いなと思ったんだけれども、素晴らしい、この出来栄え。うわ、これ絶対コンプしよう、マジで。これ絶対コンプする。すげえ、 3D 半端ねえわ。ほら、さっさっさっさ、すげえ、素早くやるとさ、すごいね。ほら、素早くするとコマ送り漫画、ま、コマ漫画みたいじゃない。ペラペラ送る、ペラペラ漫画かコマ漫画ってなんだ、ペラペラ漫画みたいね。うわー、悟空、これなんだ、スーパーサイジン3だ、これだ、スーパーサイジン孫悟空からの、これだね。うわ、惜しい、1個しだったら、やっぱ狙い来ねえな。なんかね、最近ね、これに限らず、狙いのが来ないんだよね。なぜだ。でも、かぶんないだけ運はいいんだけれども、俺、昔こういうのかぶりまくったからさ、かぶんないだけで運はいいんだけれども、なんかね、狙いの来ないな。くそー、またリベンジだ、これリベンジ。絶対もっかいやるわ。うん、もっかい買う。これは絶対ね、もっかい買ってきて、ベジッツか、全種コンプするけど、ベジータとベジット最初にゲットするわ。いやー、これね、面白いから、ぜひみんなも買ってみて。めちゃめちゃ面白い。やっぱね、こういうのカメラで見るよか、自分でね、やった方が楽しいと思うから、ぜひ、みんなも見つけたら買ってみて。ベジットとベジータ、ゲットしようぜ。いやー、最高だわ。まあ、ゴテンクス好きな人はね、ゴテンクスで、スーパーサイジン3の悟空が好きな人は、こっちを狙ってね。俺はベジータとね、ベジットが好きだから、あいつらをゲットしたよね。これセルとかさ、ジャレンバとか出してほしいな。ヒルディガーンとか、ボージャック、アザス、そして我らがブロリー。いやー、ブロリーなんでいねえんだよ。ブロリーも出してよ。まあ、回だからか。ドラゴンボール回だもんね。3D チェンジングシール。そうね、そうね、そういうことね。これブロリーとセル、やばいだろうな、ジャレンバとか。超して、ジャレンマだったらね、変身もできる、まあ、セルもできるけど、まあ、ブロリーもできるか。どんどん集めたくなるよね、こういう商品って。いや、すげえ楽しい。ありがとうございます。一生大事にしよう。これも家宝だわ。早くベジータとベジットゲットしたい。もう絶対家宝だもんな、あれ。